こんにちは。今回は、15年を経てなおこれからだ。なキャラのフィギュア動画です。フェネクスから販売されました。触法岬、お絵かき生配信バーです。なんか変な商品名ですが、岬地が生配信でお絵かきしてるフィギュアではありません。このフィギュアは、原作イラストレーター氏が生配信で描いた絵の立体化ですね。レールガン名義ではありますが、原作絵の色が濃いデザインです。科学サイドのレールガンは漫画で展開されてますが、岬地は魔術サイドにも顔を出してますからね。原作絵でも違和感なしです。原作というとスピンオフ含めてドアルのシリーズは枝分かれしてるので紛らわしいですが、大元のインデックスの原作絵柄ですね。ドアルシリーズは媒体によって絵柄が違うので、同じキャラでも雰囲気が違って楽しいですね。フィギュアだと大体アニメの絵柄のものが多い印象ですが、原作への立体物も良いものです。さてブリスターを出せましたが、カフェモードなのでテーブルと椅子を含んだセットになってます。アニメだとちょい役の時はカフェで絡んでたイメージあります。大きな付属物がある割にパッケージングがコンパクトでいいですね。テープも6点止めで厳重です。ブリスターもバッチリ止まって硬すぎるくらいです。これならよほどのことがないと、ブリスターの羽が外れることはなさそうで安心ですね。岬地の両脇にある羽も硬いので、最終的には力技で開けることになりました。なかなかデザイン性あふれたカフェチェアですね。足のデザインからして金属製でしょうか。このフィギュアではプラ製ですけどね。テーブルも同じデザインでチェアとお揃い。Dセットとバッグはテーブルにくっついてるようですね。接着されているようでびくともしませんが、接着剤のはみ出しもないので問題ないですね。さて本体ですが、ビニールは包んであるだけですね。どこかに挟んでいる様子もなさそうです。このテーブルはカフェだとクレーム来るでしょうね。天板が足の支持点より広いので、すごい不安定です。このフィギュアみたいに片肘ついたら、いきなり倒れて太ももにガーンと倒れ込んで、ティーポットのお茶が胸に降りかかることでしょう。サービスシーン的にはありかもしれませんけどね。優雅なティータイムとは程遠いひとときになるでしょう。お尻はスカートがぺたんこになってる形。座ると隠れるところもチェック柄が描かれています。頭も腕もカチカチです。ちょっと指の位置変えたかったんですが、多大な労力が必要そうですね。椅子への設置は置くだけです。固定はできないので安定感には欠けますね。置いておく分には問題ないですが、動かすときは慎重にを心がける必要がありそうです。背もたれに当たるくらいの一番後ろの設置だと少しお尻が浮きますね。ちょっと前にすると隙間ができないので、ここが正しい位置でしょうか。ただ、いちいち見るのも大変ですし、適当なところに置いてもなんだ問題ないので、ポンと無造作に置くだけでいいでしょう。テーブルは片肘つきつつ、ポットに指をつける位置が正しいですが、岬地の足にテーブルの足が当たるまで寄せても、肘はギリギリ、指もポットに届きませんね。とはいえこれ以上は寄せられないので、触法岬お絵かき生配信バー完成です。では詳しく見ていきましょう。アニメではバナナみたいな髪が特徴的でしたが、
原作版だと最後のカールしてくる髪は実に控えめです。それがフィギュアになるとより現実的な髪に見えていいですね。アニメでは美咲ちの髪は房が太くてボリュームがありますが、漫画や原作では結構細かく描かれてますね。パッドの美咲ちはアニメの髪で立体化されてるので、並べるとその違いがわかりますね。サイズはどちらも7分の1なので大きさは同じですが、アニメ版に比べるとだいぶおとなしい髪型になってます。一見するとファットの方はサイド高いですね。ただフェネックスもサイド低いので中間あたりが正解な気がします。ファットの髪はアニメに忠実で、フェネックスの髪も原作のタッチに忠実です。並べると違いが見えますね。すでに出ているアルターの水着だったり、発売が予定されている寿屋もアニメのデザインですから、大きめな髪の房が内巻きになってるフィギュアになってますね。さらにグッスマのポッパレもアニメデザインと、美咲ちフィギュアは軒並みアニメなので、細かい房で柔らかそうな原作髪のフィギュアは現状フェネックスのこれのみですね。この細かい髪が内巻きに流れてる姿は大好きなんですが、首周りの肩に乗っかってる髪はもう少し多くしてほしかったですね。左が1本で右が2本、髪が肩に乗っかってるんですがちょっと浮いて見えるんですよね。周りがスカスカで、背後に見える後ろ髪も凹凸の乏しい壁のようですからね。取ってつけたような印象を受けます。なんかホースがついているみたいで気になりますね。他の髪のように凹凸があれば違う印象でしたから、ほんのちょっと凝って欲しかった部分です。デコマスで見た時はこの髪で買うの悩んだくらいでしたからね。細かい部分ですが気になってしまいましたね。というのも髪が細かい束になっているのがこのフィギュアのいい点の一つですからね。分割線も紛れるくらい彫りの入った髪がカールする流れを作っていて、とってもナチュラルな印象です。腰まで隠れるロングヘアですが、左右に分かれる癖も再現されてますし、その髪の流れが頭頂部から続いているのが分かる造形です。この天然の癖毛や毛先でカールがかかる一癖ある髪型はいいですね。後ろ髪もサイドも前髪もどこ見ても癖のある髪で、ちゃんと作られててしばらく見てても飽きません。それだけに手抜き感ある首の裏あたりは目に留まるんですよね。とはいえふんわりして柔らかなロングヘアの美咲ちは原作元へのフィギュアだからこそですからね。このフィギュアの強みだと思いますね。マイナス点はありますが一番好きなところです。フィギュア全体の雰囲気も柔らかいですし、そんな雰囲気作りに一番貢献してるのが髪でしょう。元絵には巫女も描かれていますが、このフィギュアにはいませんし、発売される予定も今のところありません。結果一人でお茶してる姿になっていますが、ポッといじくりつつリラックスしている姿がまたいい味出してますね。この一体だけでも完結しているので、これだけでも十分満足できます。並べるならお茶会つながりでリゼロゼートですかね。リゼロお茶会は7分の1ですし、給仕名具もいるので美咲ちが混ざっても違和感なさそうです。さて今回の美咲ちは常盤台中学冬服の装いです。中学生らしからぬ雰囲気のフィギュアではありますが、紛れもなく中学2年生ですからね。1年前なら年相応、美琴と比べても幼いくらいだったんですけどね。さすがに冬服ですから、夏服みたいな胸が浮き出る造形にはなっていませんね。ブレザーが腰で絞るラインなのは原作もなので、よく再現してますね。組んだ足は実に色気を感じて、このフィギュアのお気に入りポイントです。ニーソックスは元絵ではかなり青かったですが、設定に近い白みが増しているのが個人的にはありですね。
ただ蜘蛛の巣柄がプリントなので、どういう素材かが表現されてないのは残念ですね。アルターの水着は肌色入れてレースを透け表現にしてましたし、元絵もそんな表現で描かれてますしね。もう一工夫欲しかった部分でしょう。クモの巣のプリントもちょっと切れてますが、肌色入れたりしてレースとソックスの境界線がきっちりしてればそんなに気にならなかったのになぁと感じます。現状だといきなりぶつ切りなので、肌色のライン入れてからプリントするだけでも見栄えが変わったと思いますね。そしてスカートはチェックですね。チェック柄のスカートはとてもいい見栄えですが、これ塗るとなると地獄なので、完成品で綺麗なの見るとそれだけで感心します。プリントでも大変だろうなぁと思うのですが、プリーツは省いちゃダメだろうとも思いますね。時話題冬服はプリーツスカートなので、じっくり見るとチェック柄で鮮やかですが、やっぱりどこか物足りなさを感じますね。少しツヤがあるのも違和感ありますし、スカートのプリーツとニーソの蜘蛛の巣模様、それに肩に乗ったホースみたいな髪が、このフィギュアでもう少し頑張ってほしかったポイントですかね。スカートについてはプリーツにすると超大変になるのはわかるんですけどね。立体映えを考えたらプリーツスカートにしない手はないと思いますけどね。そうは言ってもこの3箇所はデコマスからこの状態ですから、届いた製品に不満があるわけではないですね。このフィギュアはお座りで足組みで、その姿が美しいので、スカートやクモの巣のキーパーツが良ければ手放しで喜べただけに残念だなぁという感想です。テーブルには D セットとバッグが置いてありますが、接着されているので動かせません。元絵ではポットの蓋に指を乗せてますが、このフィギュアでは残念ながら届かないですね。肘もテーブルの端ギリギリになんとか置ける感じです。このフィギュアは足組みのポージングが好きなだけに、テーブルで下半身が見えなくなってしまうのが悩みどころですね。そんなこともあり、個人的ベスポジは最初にくるくるさせてたこの高さですね。スカートも鉄壁なので安心です。スカートに立体感があればなお良かったですが、このフィギュアはお顔もいいですね。どの角度でも可愛いです。真正面からならナチュラルな可愛さですし、口の塗装も単調ではなく色気ある雰囲気作りに一役買ってます。上目からだと小悪魔チックな雰囲気に、生まれつきなキラキラな瞳もど真ん中ではなく少し寄せてますが存在感ありますね。特徴ある瞳なので両目開いていると目を引かれます。下目からだと遠い目で物憂げな少女の顔になりますね。元絵のような淡いイラストチックではなく、アニメのようなはっきりとした瞳ですが、元絵の雰囲気は出てますね。どの角度からでもとっても可愛らしいお顔でお気に入りです。では最後にファットの岬地と並べていきましょう。最初の方でも並べましたが、こちらは夏服で、バッグもバイスラ仕様で胸が強調されてますね。こちらのニーソのクモの巣は境目が造形的に表現されてますね。こういった形でも境界があるといいですね。どちらも7分の1サイズのフィギュアですから大きさは同じで、同じキャラですが外見はだいぶ違います。とあるシリーズは原作と漫画とアニメで結構デザイン違いますからね。こうして立体物で見ると髪の造形なんかがまるで違っていて面白いです。このファットの岬地を見た時は
これが最後のチャンスだと思ったもんですが、アルターことぶきやぐすまと、学校指定服でのフィギュアがいくつも出てきましたね。その間アニメとかなかったんですけどね。何が来るかわからないもんですな。ただスケールフィギュアで縛ると、夏服はこのハットだけだぞ。とおちゃらけた感じで茶飲みと並べておこうかと思いますね。ではでは、ここまでフェネックスの触法岬お絵かき生配信バーを見てきましたが、不満点は3つあれど唯一無二の存在ですからね。髪の柔らかさやお顔の可愛らしさは満足な出来です。時話題冬服の制服としては今後ことぶき屋から出る予定がありますが、あちらもスカートはプリーツなしでヒラヒラしているだけですね。横に並ぶ巫女も同様なので揃った仕様ではあります。確かにアニメではヒラヒラしてプリーツなしに見える場面はありますが、だからといって立体映えするであろうプリーツをあえてなくすのは万超え税込み22,000円のフィギュアとしてはどうなんですかね。しかし出るだけでメッケモン状態だった美咲ちが随分たくさん出たもんですね。インデックスのアニメが続けばいつかはとは思ってましたが、それを待たずにいっぱい出てきましたから驚きです。しかも夏服冬服水着とバリエーションも豊かで、原作へとアニメへも完備と随分恵まれたキャラになったもんですね。今後アニメが続くのかはわかりませんが、それだけの魅力を備えたキャラということでしょう。原作は18年を超える息の長いコンテンツではありますが、アニメは完結にはまだまだな感じですからね。美咲地的にはインデックス以前にメンタルアウトの方があるかもしれませんが、フィギュアのみならず今後のメディアミックスにも期待ですね。というところで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。